各場のゲットインスムーズ。さあ準備が整いました。ゲートが開いた。まずまずのスタートといったところであります。さあ先行するのは何か。13番ラブパイロー先頭、それからインディゴブラック、レッドラパルマがかわしていきました。12番シダー3番手を伺おうというところ。そしてその後ろから3番名称ユズルファン、内を通ってスルスルと大聖ドレフォンが上がっていきました。15番カフジオクタゴン、ヘラルドバローズがその後ろ、その外からは7番バレルゾーン、11番ギャラクシーナイト、その後ろ3馬身くらいあって8番トーセス、そしてその外にハピー、これをマークするように10番ボールーレット、外から1頭ライラボンド、差が開いてビヨンドザファザー。さあ先頭の方はどうなっているか。依然先頭ラブパイロー、ちょっとばらけてきました。その外5番レッドラパルマ、大聖ドレフォンはこの辺り外を通ってシダー、その後ろでやりましょうか。3番名称ユズルハ、それからもう1頭インディゴブラック、15番カフジオクタゴン、そのうちに1番ヘラルドバローズ、バレルゾーンは並んでいっています。さあ場内が騒然としています。先頭は5番レッドラパルマ、抜けた9番ハピー、おーっと内をこじ開けて大聖ドレフォンだ、ビヨンドザファザーが2番手。さあ一騎打ちになるのか。2頭の争いになった。ビヨンドザファザーが襲いかかる。1着ビヨンドザファザー。6番、2着、9番、3着、当番以上のように確定しました。ゲートイン終わりました。体制完了。レパードステークス15頭スタートを切りました。まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か。13番ラブパイローが先頭に立ちました。そして2番手に大聖ドレフォン、外を通りまして12番シダー、内を通って5番レッドラパルマ、インディゴブラック、ほとんど馬体が合っています。ヘラルドバローズ、それからもう1頭3番名称ユズルハ、そしてその外にギャラクシーナイト、それから7番バレルゾーン、15番足毛の馬体カフジオクタゴンであります。そしてその後ろからハピー、それから10番ボールーレット、トーセス、外を通って14番ライラボンド、そしてしんがりからビヨンドザファダーであります。前でありますが前、13番ラブパイローが先頭です。この辺りちょっと離れている5番レッドラパルマ、シダーが並んでいます。そして内からは1番ヘラルドバローズ、その外からはインディゴブラック、1番人気の大聖ドレフォン、川田騎手どの辺りで動くんでしょうか。それから名称ユズルハ、その後ろでやりましょうか。11番ギャラクシーナイト。さあ新潟競馬場のスタンドから大歓声が上がります。先頭行くのは2番大聖ドレフォン、内から懸命にヘラルドバローズ、先頭川田と大聖ドレフォン、ビヨンドザファザーが差を詰めてきた。最後はやっぱりこの2頭か。ボールーレット届くのかどうか。これは激しいレースになりました。1着ハピー。いい感じですね。1着9番、2着当番、3着8番以上のように確定しました。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。さあ飛び出した15頭。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。ラブパイローがかわしていきました。インディゴブラックがそのうちにいます。外から1頭レッドラパルマ、そしてその後ろから12番シダー、1番ヘラルドバローズ、外を通りまして3番名称ユズルハ、ギャラクシーナイトがその後ろ、そして1番人気の大聖ドレフォン、なかなかいい感じ。7番クリゲの馬体バレルゾーン、15番カフジオクタゴン、そのうちにライラボンド、それからもう1頭9番ハピー、8番トーセス、その外からは10番ボールーレット、差が開いて6番ビヨンドザファザー。流れるようにレースが展開されています。これが先頭13番ラブパイロー、レッドラパルマ、その後ろでやりましょうか。シダー、
そのうちからは4番インディゴブラック、そして5番手にエラルドバローズ、外を通って3番名称ユズルハ、11番ギャラクシーナイト、内を通って2番大聖ドレフォン、7番クリゲの馬体バレルゾーンであります。それから15番カフジオクタゴン。さあ、新潟競馬場のスタンドから大歓声が上がります。先頭を行く赤い帽子はレッドラパルマ、内を通ってヘラルドバローズが来ている、捉えた、かわした、ヘラルドバローズ、オーグルーレッドが外から飛んできた、オーグルーレッドが差を詰めてきた、一番外からオーグルーレッド、一着オーグルーレッド、二着創設。勢いがありますね。一着当番、二着八番、3着1番以上のように確定しました。各馬のゲートインスムーズ。さあ、準備が整いました。レパードステークス15頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ先行するのは何か。どうしても鼻を切りたいラブパイロー、やはり行きました。5番レッドラパルマ、シバーがその後ろ、4番インディゴブラック、ヘラルドバローズ、大聖ドレフォンが並んでいっています。そして外からはギャラクシーナイト、それから3番名称ユズルハ、外を通ってバレルゾーン、そしてその後ろからカフジオクタゴン、それからフォールーレット、ハピー、それからもう1頭トーセス、そしてその外に14番ライラボンド、一番後ろに6番ビヨンドザファザー。先頭の方はどうなっているか。先頭を行くラブパイロー4馬身リード、ちょっと離れて5番レッドラパルマであります。ドキドキしますね。本当にその外シダー、内を通って大聖ドレフォン、インディゴブラック、下がって5番手、そして内からは1番ヘラルドバローズ、外を通りましてギャラクシーナイト、その内からは名称ユズルハ、その後ろでやりましょうか。7番バレルゾーン、外から1頭カフジオクタゴン。さあ、新潟競馬場は大歓声であります。大聖ドレフォン先頭、外から何が来ているのか。オーグルーレットか。2番大聖ドレフォンがまだ粘っている。ヘラルドバローズが2番手、1番外から9番ハピ、9番ハピが来ている。先頭川田と大聖ドレフォン、ハピ先頭、1着ハピ、2着は大聖ドレフォン、3着オーグルーレット。勢いがありますね。1着9番、2着、2番、3着、当番以上のように確定しました。各馬のゲートインスムーズ。さあ、準備が整いました。さあ、飛び出した15頭、まずまずのスタートを切りました。さあ、何が行くのか。13番ラブパイローが上がってまいりました。4番インディゴブラック、大聖ドレフォン、シダーが並んでいます。内を通りまして5番レッドラパルマ、外を通ってギャラクシーナイト、内を通って3番名称ユズルハ、ヘラルドバローズがその後ろ、その外からは15番カフジオクタゴン、そしてもう1頭7番バレルゾーン、それから9番ハピー、そしてその後ろから8番トーセス、その外に10番フォールーレット、それからもう1頭ライラボンド、6番ビヨンドザファザー。これがしんがりであります。先頭の方はどうなっているか。先頭は依然としてラブパイロー、この辺りちょっと離れている4番インディゴブラック、外を通りまして12番シダー、そして内からは2番大聖ドレフォン、外から1頭レッドラパルマ、その内からは名称ユズルハ、そしてその外にギャラクシーナイト、内から1頭ヘラルドバローズ、15番足毛の馬体カフジオクタゴン、そのうちにバレルゾーン。大歓声が上がる新潟競馬場、大歓声が上がる新潟競馬場。先頭行く黒い帽子は大聖ドレフォン、ムチが飛んだ福永とオーグルーレット、一番外から10番オーグルーレット、頑張る頑張る川田と大聖ドレフォン、外を通ってヘラルドバローズ、3番手にオーグルーレット。これは際どい、内か中か外か、ゴール前大混戦になった。2着、当番、3着、2番以上のように確定しました。一瞬静まり返る場内。さあ、準備が整いました。スタートを切りました15頭、
なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのはラブパイローが行くか。前インディゴブラック、その外に12番シダー、5番レッドラパルマ、その内からは2番ダイセイドレフォン、バレルゾーンはその後ろ1番内から1番ヘラルドバローズ、その外からはギャラクシーナイト、内を通って名称ユズルハ、9番ハピ、15番足毛の馬体カフジオクタゴン、そのうちにトーセス、外を通りまして10番ポールーレット、14番ライラボンド、一番後ろに6番ビヨンドザファザー。流れるようにレースが展開されています。先頭を行く13番ラブパイロー、3馬身リード。これを追って4番インディゴブラック、ドキドキしますね本当に。外から1頭12番シダー、そしてその後ろから5番レッドラパルマ、大聖ドレフォンがそのうちにいます。そしてその外にバレルゾーン、そのうちヘラルドバローズ、その後ろでやりましょうか。11番ギャラクシーナイト、内を通りまして3番名称ユズルハ。さあ新潟競馬場のスタンドから大歓声が上がります。先頭行くのは2番大聖ドレフォン、間を割って名称ユズルハ、名称ユズルハ懸命に追う。先頭川田と大聖ドレフォン、外から名称ユズルハ捉えるか、名称ユズルハ先頭川田と大聖ドレフォン、大聖ドレフォン1着、1番人気に見事応えました。勢いがありますね。1着2番、2着3番、3着11番以上のように確定しました。ダート戦線の有力馬たちが集う注目の一戦であります。さあ飛び出した15頭、まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。ギャラクシーナイトが上がってまいりました。ラブパイロー、外から行こうというところ、そしてその後ろから3番名称ユズルハ、その外スーッとシダーが上がっていきました。内を通ってレッドラパルマ、大聖ドレフォンはこの辺り、4番インディゴブラック、ほとんど馬体が合っています。ヘラルドバローズ、外を通って7番バレルゾーン、15番足毛の馬体カフジオクタゴン、ハピ、そのうちトーセス、ポールーレット、14番ライラボンド、6番ビヨンドザファザー。流れるようにレースが進んでおります。これが先頭ラブパイロー、その後ろ3馬身くらいあって12番シダー、内を通りまして名称ユズルハ、ドキドキしますね本当に。これが一番人気の大聖ドレフォン、川田騎手この手応えはどうか。それからもう一頭5番レッドラパルマ、その内からは4番インディゴブラック、ヘラルドバローズ、バレルゾーンは並んでいっています。その外11番ギャラクシーナイト、15番足毛の馬体カフジオクタゴン。さあ新潟競馬場は大歓声であります。大聖ドレフォンは2番手、このまま抜け出すか。先頭岩田と名称ユズルハ、大聖ドレフォン懸命に追う。ヘラルドバローズ懸命に追う。ヘラルドバローズが3番手、このまま粘れるか。名称ユズルハ、名称ユズルハ1着、してやったり岩田康成恐れ入りました。以上のように確定しました。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。ゲートが開いた。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでやりましょうか。先頭に立ったのは13番ラブパイロー、そして内からは5番レッドラパルマ、それから4番インディゴブラック、シダーがかわしていきました。その内からは3番名称ユズルハ、黒い帽子にご注目ください。これが一番人気の大聖ドレフォン、内から一頭ヘラルドバローズ、その外に11番ギャラクシーナイト、内を通りまして7番バレルゾーン、15番カフジオクタゴン、10番ポールーレット、そしてその後ろから8番トーセス、そのうちにビヨンドザファザー、そして外からはライラボンド、ハッピーがその後ろ。流れるようにレースが進んでおります。先頭は依然としてラブパイロー、これを追って5番レッドラパルマ、その外からは12番シダー、そして4番手にインディゴブラックであります。大聖ドレフォンはこの辺り、そしてその外に3番名称ユズルハ、1番ヘラルドバローズが内打ちを言っています。外を通ってギャラクシーナイト、バレルゾーン、ちょっと離されましてカフジオクタゴン、
さあ新潟競馬場のスタンドから大歓声が上がります。先頭行く赤い帽子はレッドラパルマ、懸命に手を動かして川田と大聖ドレコン、かわしたかわしたヘラルドバローズ、一馬身リード、頑張る頑張る松山とヘラルドバローズ、粘った粘ったヘラルドバローズ、ヘラルドバローズ先頭、一着ヘラルドバローズ、二着は際どい内大聖ドレコン、外名将譲る派。勢いがありますね。1着1番2着3番3着2番以上のように確定しました。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。花を切ったのは3番名将ゆずる派、13番ラブパイロー、インディゴブラック、その外シダー、それからもう一頭5番レッドラパルマ、内を通りまして大聖ドレコン、その後ろでやりましょうか。1番ヘラルドバローズ、ギャラクシーナイト、7番バレルゾーン、その外からはカフジオクタゴン、そして内からはハピ、それからフォールーレット、そしてその後ろから14番ダイラボンド、内を通って8番トーセス、しんがりからビヨンドザフォダーでやります。流れるようにレースが展開されています。先頭を行くラブパイロー、3馬身リード、これを追って4番インディゴブラックでやります。その内からは名将ユズルハ、まらけたレース展開です。シダーがその後ろ、内から1頭レッドラパルマ、そして6番手に1番ヘラルドバローズ、外を通って2番大聖ドレフォン、そしてその後ろからギャラクシーナイト、7番クリゲの馬体バレルゾーン、そしてその外にカフジオクタゴン、ハッピがそのうちにいます。さあ場内が騒然としています。場内が騒然としています。大聖ドレフォンは3番手といったあたり、先頭野中とラブパイロー、ヘラルドバローズ懸命に追った、外をついてヘラルドバローズが来ている、頑張る頑張る野中とラブパイロー、フォールーレット懸命に追う、一着ラブパイロー。確定しました。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。さあ飛び出した15頭、まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは、花を切ったのは13番ラブパイロー、それから12番シダー、そしていた大聖ドレフォンと川田でやります。レッドラパルマ、外から行こうというところ、4番インディゴブラック、その後ろでやりましょうか。1番ヘラルドバローズ、3番名将ユズルハ、その外にギャラクシーナイト、そしてそのうちに7番バレルゾーン、その外カフジオクタゴン、それから足毛の馬体トーセスでやります。フォールーレットがその後ろ、その外からは14番ダイラボンド、それからもう1頭ハピ、そしてその後ろからビヨンドザファザー。流れるようにレースが展開されています。これが先頭ラブパイロー、その後ろ3馬身くらいあってレッドラパルマ、そして外からは12番シダー、それから4番インディゴブラック、ヘラルドバローズが並んでいます。外を通って大聖ドレフォン、それからギャラクシーナイト、内を通って名将ユズルハ、そしてその外にバレルゾーン、15番足毛の馬体カフジオクタゴンであります。場内がどっと来ている、場内がどっと来ています。大聖ドレフォンは4番手といったあたり、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。外から1頭インディゴブラック、フォールーレット懸命に追う、頑張る頑張る野中とラブパイロー、外から大聖ドレフォン、これは激しいレースになりました。ラブパイローか大聖ドレフォンか、首の上げ下げ、さあこの1着は際どいぞ。13番、3着、4番以上のように確定しました。